こんにちは。こんにちは。これまでジュニアファーム配布を3回と、はい、で前回は配布シャワーを受けいただいたんですけど、はい、効果はいかがでしたか？そうですね、リニア配布した時は終わった時が一番効果が引き上がってるのが実感できたんですけど、まあ、首のところに少し線があったものとかが結構薄くなったりして、結構フェイスラインもシャープになった印象でした。前回初めて配布シャワーをしていただいたと思うんですけど、はい、頬と、はい、あとこめかみと、はい、おでこと、はい、っていう感じでお顔全体にお当てしたんですけど、はい、あんまり変化もわからなかった感じですか？そうですね、多少はでも張りが出た印象はありました。おくびのシワが一番目に見えてわかる感じですかね？はい、一番わかりました。はい、ありがとうございます。前回終わった後、少し頬のところ、はい、赤みが残ってたんですけど、はい、その後赤みはすぐ引きましたか？そうですね、半日ぐらいは続いたんですが、その後は赤みが引いて、いつも通りになりました。特に問題はなかったですかね？はいはい、お痛みとか、あと筋肉痛みたいな感じはどうでしたか？はい、終わった後は特になかったんですけど、施術中はやっぱり皮膚が薄いところとかはやっぱ痛みが強かったです。そうですね、皮膚が薄いとどうしてもその骨に行く感じが少しあ、はい、ったかと思いますが、はい、むくみはいかがですか？むくみは特になかったです。で今日はドット配布ですね、はい、650ショットの配布をお受けいただきます。はい、で改めて、今日またお顔全体をお手するんですけど、前回の配布シャワーよりも、はい、より深い層にも届くものを使っていきますので、はい、まあ、深いところから浅いところまで全体的にカバーできるんですけど、はい、まあ、今まで治療してきて、はい、まあ、多少の変化は感じられたと思うんですけど、はい、今また新たにやっぱりここが気になるっていうところはどこかございますか？はい、そうですね、やっぱフェイスラインですね。フェイスラインが一番気になります。はい、ここはどのあたりですかね？顎下、顎下です。顎の下のラインが一番気になる感じ。はい、気になります。ほうれい線とかはどうですか？ほうれい線はそこまで気にならないです。今日は頬のところも重点的にカバーしていけるので、はい、またちょっと終わった後、はいはい、どんな感じだったか、はい、感想を聞かせていただければと思います。はいはい、では、はい、治療を始めてまいります。はい、よろしくお願いします。こんな感じです。はい、大丈夫そうですか？大丈夫です。では右が終わりましたので、はい、お鏡で、はいはい、確認をしていただきますか？はい、いかがですか？フェイスラインがまず上がってて、結構口の横のもたつきとかも気になったんですけど、すごい全体的になんか顔面半分だけ引き上がって、はい、張りが出た感じがします。すごいいい感じですね。はい、顎下の気にされてるところ、はい、すごいシャープになったと、目もすごい開きます。力が開きやすくなりますよね。はい、
じゃあ左側も頑張ってやっていきましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日はハイフをお受けいただきましたが、はい、終わった直後の変化はいかがでしょうか。結構分かりやすく目に見えてあって、フェイスラインもすっきりして、あと口の横のもたつきがあったんですけど、それもなんかあまり気にならなくなった感じがしました、はい、あとなんか見た目以外にも、あの 目の上とあと目元もあの当てていただいたので、なんか目に力が入った感じがしました。そうですね、ちょっとこう、はい、お鏡でご覧いただきましたけど、はい、半分ずつだとかなり変化が分かりやすかったかと思います、はい、今まで、前回配布したので、その前3回ビニアファンを受けいただいてますけど、はいはい、それと違う感覚ってありました、はい、あ、そうですね、なんか一番目に見えて分かりやすかったと思います。はい、ありがとうございます、はい。他のクリニックさんでクーポンをお使いになって配布をお受けになったことがあるとおっしゃってたんですけれども、はいはい、何か違いはありましたか。そうですね、多分ショット数も多分前やった時の方が少なかったのと、痛みもかあの前にやった時の方が結構痛くて、今回も痛いのかなと思ったんですけど、全然我慢できる痛みでした。あの十分キックパワーは使ってますので、はいはい、そこはご安心いただいても大丈夫かなと思います、はい。痛みに関してはやっぱりその日の体調でしたりとか、もちろんパワーの違いもありますけれども、その日によってちょっと感じ方が変わったりとか、あとはその部分によってもちょっと変わってくるところがあるんですけど、今日痛いところはありましたか。あ、そうですね、この顎の下のところと、あとおでこがなんか頭痛みたいな痛みはありました。ちょっとピリピリしびれるような、はい、そうです、はい、感じがしますね、はい。我慢できる痛みでしたか。そうですね、全然我慢できる痛みでした。はい、ありがとうございます、はい。施術が終わった直後、結構赤みが、はい、まあ、今までもそうだったんですけど、はい、かなりこう出やすいかなと思ったんですけど、今もうほとんど減ってる感じですが、はいはい、ヒリヒリする感じとかホテリ感はいかがでしょうか。左の方がちょっとまだあのホテってる感じがあるのと、あのおでこのところがちょっと頭痛みたいな感じが少しだけ残ってます。はい、右側はいかがですか。右側は大丈夫です、特に、はい、痛みはないです。はい、ありがとうございます。左側は今、はい、施術が終わった直後なので、ちょっとホテリ感ですとか、はい、まあ、ピリピリするような痛みですとか、少し残ってる感じあるかと思うんですけれども、はい、数日中に時間とともにだんだん引いていくと思います。今日は熱をお顔全体にしっかり加えてますので、終わった後むくみですとか、あとは筋肉痛のような鈍い痛みが出る方が結構いらっしゃいます。で、大体数週間ぐらいで皆さん収まってきますので、収まった後結構効果はっきりより分かりやすくなってくるかと思いますので、また次回どんなお様子だったか教えていただければと思います、はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ハイフをお受けいただいてから1ヶ月ほど経過しましたが、はい、効果のご実感はいかがでしょうか。そうです
施術してもう翌日起きた時からなんかこう張りがすごい出てる感じと引き上がった感じがあって、化粧する時もやっぱり化粧のりが全然違くて滑らかになって結構効果実感できました。もう終わった直後からずっとこういい状態が続いてる感じですかね。はい、そうですね。引き上がった感じだとやっぱフェイスラインがすっきりしたのが、はい、見えてわかりました。赤みとかヒリヒリ感はいかがでしたか。はいはい、赤みは特に気にならなくて、ピリつきっていうのが顔を洗う時とか、あと化粧をするファンデーション塗る時にこの頬から下のところがちょっとピリピリする感じが触った時にありました。いつぐらいから出てきましたか。そうですね、終わって2、3日後ぐらいから10日ぐらいは、ずっとあったような感じです。ものすごくこうヒリヒリピリピリする感覚だったりではなく、はい、そうですね、触った時にちょっとだけピリッとする感じだったので、特に普段日常生活では気にならなかったです。はい、何にもしてない時は何ともない感じだったり、はい、あ、そうですね、何もなかったです。触るとちょっとこうピリッとする感じ、はい、そうですね、ちょっとだけこうピリッっていう感じですね。はい、ありがとうございます。はい、周りの方から何かこう変化に関する反響とかはありましたか。はいはい、なんかすっきりしたねと言われたりとか、化粧のりがやっぱり自分でも良くなったっていう実感はあったんですけど、周りから見た時もやっぱりこう見て分かったようで、なんかすごい化粧のりがいいねみたいな感じで言われたりしたので、なんか周りから見ても見た目でやっぱ違いが出たのかなっていうふうに思いました。なんかご自身で変化が分かってても、はい、周りの方から効果を言われるとやっぱり、はい、嬉しいってなりますよね。はい、嬉しかったです。はい、ありがとうございます。今まで、はい、リニア配布を3回と、はい、配布シャワーを1回受けていただいて、はい、最後にこの前、はい、配布を受けいただいたんですけど、はい、それぞれやっぱり変化はあったかと思うんですけど、一番こう効果があったなっていうのはやっぱり配布でした、はい、そうですね、配布がやっぱりなんか他のリニアリニア配布とかは終わった直後がやっぱ一番引き上がってるのが実感できて、その印象が強かったので、終わった次の日とかはあれっていうのがちょっとあったんですけど、配布はずっと継続して引き上がってる感じが今もあるので、やっぱり効果が一番目に見えて分かりました。はい、ありがとうございます。はい、これからまたもう少しこう変化していくと思いますので、はい、まあ、ご様子を見ていただきながら、はい、またちょっと変化を楽しみにお過ごしいただけるといいかなと思います。はい、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。